来てますね。いや、最初からいい状態で入ってますよね。集中力高いです、はい、高いミドルからの打ち合い、フォン下回転のサーブ、これも下向きからお互いバック、これも前、うん、バックサイド2本続いた後のフォアサイドでした。下がっているのは水谷、ちゃんは前、受けながら、あー、ここからサーブ2本、バックの打ち合い、フォアに変わった、抜きました、フォアの前に、バックからフォアに変わって取れると思いますね。こちら側ですね、お互いまたバックの打ち合いから、あー、ここは初めてリードしました。引きつけて、リズムはちゃんにある、水谷を追い越しました。カット今度はこれもです、しかし持ち上げて、あー、ラリー戦で10対8、少し緩めに、あー、そしてバックサイド長くいくか、これも前でフォア側に持ってきた水谷、フォア対バックでしのぐ水谷、あ、リズムがどこで変わるか、打ってきた、あー、水谷ですが、この第一ゲームの中ではラリーでのミスというのがいくつかありました。まあ、第1ゲーム見るにミドルのコースが増えてくるのかです。これもだいたいそのあたり、あー、また見られません。まず先に1ゲーム取ったチャン、チキータで返して、これまたミドルの打ち合い、長かった、バックで返す、わ、先に仕掛けたな水谷、あー、ここコースに打ちたいというところでミスをしましたね。早いバックの返しでした。もう5連続ポイント失ってチャンピオンの座を取れなくなってきて、5連続で水谷のポイント、うん、いいですね、ですね。ミドル、ミドルが続いて、ここでフォア側、うーん、なんですがね、ゲームポイント水谷です。先に仕掛けたのは強打に、ミドルのコース続く、フォア側タイミングがずれてますね。チャンのリズムではなくなってきています。この辺りは生かしたい、チャン前に出して、あ、これを見極めていたのではないかと思うぐらい、これもフォア前に持ってきて、厳しいことまで伸びてきました。まあ、サービスから3球目を打ちたいときには今のところにサービスを出して攻撃を仕掛ける、きました、バックで軽く返して、今度はバックサイド、あ、厳しいコース、チャンボ返したが空いている。第4ゲームです。強打にいきなりか、フォア前へのサーブ、ちゃんも強打ではありません。これまたバックのレシーブで返した水谷が、バックとバックの打ち合い、この後のこの返球ですね、うん、確かに強打はさせません。出していなかったレシーブをちゃんも見せてきました。2球目、さあこの打ち合いはどうだ、バックハンド、ちゃんが攻め込む、水谷の対応、2点水谷、前に落として強打、これが返る、うん、クロスに打ってというところです。フォアの前でバック、やっと、ここも言えそうです。さあチャンのサーブで始まります。2球目から攻撃的に返した、出したいところ、フォア側、フォアの方に、フォ
アの前、強打が来る。今度はチャン、フォア前、チャンのリズム、バックで対応する水谷。あっと、今日はやはり水谷、バックで返す、フォア対バック、あーこの谷、ここは狙ってこない。タイミングが本当に合ってないですよね。チャンも少し回転を変えてきましたが、これはチャンは決めたいところですが、この辺の巧みさが、あ、やはり回転はそれぞれ違います。あ、これもちょっと早い回転、ドライブに来る、あ、今度は相手か、ラリー戦。しかしフットワークがいいですね。まあそうですね、それぞれについてきます。さすがにちょっとここはタイミングを取りますね、水谷。あ、早い、うん、早いテンポに変わってきた。チャンのフォア、水谷もフォア、動きながら、あ、これもなんとか変えたいチャン。あ、早い、チャンの強打、バックで返しながら攻めてくる。最後はチャンのミスで決まった。水谷ガッツポーズ、3連覇、そして同時にこの全日本シングルス8回目の優勝、はい、歴代最多タイ8回目の優勝を勝ち取りました水谷隼です。しかも2016年リオデジャネイロオリンピックの年、その年の始まりの大会、本人が描いたようなソロ大会になりました。